皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバイオハザードリー2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、メダルを無事に3枚集めて地下通路が開通したところで、今日ですね、いよいよ最初のボス戦 G 第1形態に挑んでいきましょう。まずロードする、出発。さてで、じいさんね、できればナイフでダメージを稼いでおきたい。今こういう状況。んでですね、インクリボン、これアウトして、で、救急スプレー、一旦使っとこうか。で、弾薬、これ十分かな。硫酸弾と焼夷弾。待ってね。これアウト。と、ナイフ。そう、これがね、すごい大事。コンバットナイフ。一旦これでいこうか。よし。で、スプレー使って、ナイフを装備。こういう感じかな。あ、待ってね。とね、先行。これアウト。よしよし。行きます。出発。じいさんに会いに行こう。で、まずは、下のフラグ。あれを回収する。そっち。いや、自分ね、最近すごいなんかね、肉は食べたくて、ここ数日。で、ステーキを食べてました。多分、リッカーもこんな感じなんだろうな。なんか肉が欲しい、肉が欲しいっつって。で、食べていたらリッカーになっちゃったっていう。多分ね、そんな気がする。異様に肉は食べたい。あの、誰かいる？ダメだよ、そんなこと言っちゃ。話しかけちゃ。ダメですよ。で、そっち、アイテムなし。まずこっちね。で、イベント発生します。シェリーの。出ておいで、シェリー。びくともしない。誰か、いるの？ねえ、大丈夫。何もしないから。怖いの？私が助けてあげる。助けがいるのはあなたの方では。何？よく聞こえない。あなたの方が危ない。どうして？そこすぐ後ろに。え？嘘でしょ。さて、まず近寄ってひたすらナイフ切っていく。できればこう左回りに切っていく。待ってね、ダウン取る。大丈夫、ダウンせえ。危なっ。ちょっと待って、これ離れよう。危ない、びっくりした。ビビった。で、耐久値残り半分ね。で、フラグこれにして、ダウン取れなかったな。あれは惜しかった。こっちへ来い。どう？よし。で、そこです。できれば弱点。ペチッ、よし。ダウンしたかな？で、勝利。もう一発かな？ぶち込む。よし、危ね。で、再び、鬼ごっこして、こっちへ来い。ここね、なるべく火ダメはしたくないね。ドン来る。危ない。あちゃちゃ、危ない危ない危ない。勝手に耳が開いた。危ねえ。今の事故。こいつ普通に危ねえんだよな。早いし。こっちじゃんよー。で、誘導して。そうね、硫酸。これ使っとくか。あとね、フラグもう一個あります。怒ってる。なんだけども、あ、こっちでやっぱり、危ねえ。そ
そこでブンブンしてる？あ、どこ行った？どうだ？あ、危ねえ今の。突っかかった、危ねえ。さあ、そろそろじゃないかな。待ってね。リロード。13。で、再びこっち来て、弾薬大丈夫。割と余裕がある。できればもうちょいナイフで削っていきたかったな。あれがベストだった。よし。ここにあるはしごを下ろしてもらえない？一緒にママを探して。こんなとこにいるの？いると思う。いてほしい。ええ、いいわよ、探してあげる。よしよし。今ね、プレイ時間43分。悪くはないか。残りだいたい2時間ぐらい。で、弾薬、これババッと回収して、フラグ。よし。と、ハーブ。あっちにもある、ハーブね。急げ。硫酸結構使ってしまうか。クラフトできるしね。ただ逆に商品が作れない。で、さらにもう一箇所。そっち。で、今日あれか。彼が出んのか。楽園地のクズ野郎。ゲス野郎。あのキャラもね、本当にキャラしてるよね。所長さん。よし。OK ですね。弾薬、もない。全回収してこっち。あとね、この先、これも多分あれないかな。サイドパック。おそらく出ないと思う。こっちよ。待ってね。こっちなんじゃ。先に。で、ガンパウダー。よし。で、それとハーブ。ここにある。オッケー。で、まずまずして、そっち。さあ、来ました。かわいいシーン。動かないの？そう。なので、私が動かしてあげる。こうすんだよ。すごい！これやっぱかわいいよね。なんかときめくよね。ねえ、ママはどんな人？アンブレラで仕事してる。大切なお薬を使ってる。アンブレラ？あの製薬会社？いつも仕事場にいる。あまり会えなくて。それじゃあ早く会えるといいわね。よし。で、ここにインクリボンか。やっぱりパパはそのママと働いてたけどもういないの。一旦ぶち込もう。ガンパウダーとハーブ。よし。でね、この先、これがね、結構癖もんなんですよね。一旦そうね、これ全預けかな。ハンドガン。これも預ける。これすらも。で、グレポンと焼夷。これでいこうかな。待ってね。大根変えよう。あ、本当に？私たち、共通点があるみたいね。よし。預けて、あの地下ステージ。多分ね、リッカーばっかり出ると思う。警察犬は出ないはず。クレアなんで。あと、スピードローダー。これそうだな。とりあえず、まずとこう。よし。で、再び預けて、回復もいいかな。インクリボン。こんなもんかな。よし。で、これ取って、何個？ 1 個。はい。ありがとう。
で、これやっぱりセーブかな。一旦セーブしよう。でね、今日の目標、電子部品2つかな。できれば。2つ目まで取っておきたい。いけるかな ?30 分ぐらいで。よしよし。で、ぶち込んで、こちら。駐車場。出発。来るがいいゲス野郎。でもさ、このキャラを蹴れるってすごいよね。明らかに肩着の人じゃないもんな、今回のクレア。よし、さあ登場シーン。ダメだ、カードキーがいる。来て。ねえ、手伝って。本当にこっちなの？うん、そのはずなんだけど。シェリー、ずいぶん探したぞ。シェリー、こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。手を上げて膝をつけ。冗談でしょ。膝をつくんだ、今すぐ。シェリー、手を縛れ。なんでこんなこと。黙れ、縛るんだ。いいのか、言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。どういうつもり。犯罪者から子供を守らないとな。シェリー、おいで。何をする気。関係ないだ。その子を傷つけたら許さないから。シェリー、こっちに来るんだ。名前は。名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。分かった、行くから。ママのところへ連れてって。もちろんだ。信じちゃダメ、嘘よ。クレア、動かないで。俺のやり方にいちいち口を出す。やめて、離して。しつけがなってないようだな。教えてやろう。厳しく仕込んでやる。離して。覚えてろ、ゲス野郎。無事でいて。さあ復讐に行こう。で、まずはカードキーね。その後はあいつに借りを返す。そっちエレベーターね。行っても意味がない。まずこっちか。で、そこにリッカーがいて、まだ大丈夫。先にこっちかな。ここにハンドガン。あれにつながるパーツがある。そうね、缶。これ取って、開けて、はい。で、鍵。よし。とね、こっち。ここに、弾がある。焼夷弾。これ大事。よし。で、10発。OK です。多分ね、ここ、ノーブキでも大丈夫かな。意外と。で、まず一旦戻る。こっちね。そうでね、こっち。自分ね、これちょっとミスったんですよね。あの、ロングマガジン。あれ置き忘れてきた、警察署に。後々回収しようか。で、ハンドガン。よし。JMB の HP3。はい。これ取って、で、これゴミにして。よしよし。HP3 っていう風に言いたいんだけど、なんかね、数字をどこまで英語で言うかっていう問題があるじゃない。3は3っていうのに、例えば60はさ、60って言わねんかいっていう。
で、ここにハーブか。よし。とりあえず取っとく。で、ここにリッカーね。なので、歩きで行く。で、その前に、よし、火薬。これ取って、アイテムもないかな。こっち来ないよ。大丈夫。で、この子も多分大丈夫と思いたい。あと、帰りね。帰りに一匹出てくる。他にアイテムないね。よし。さあ、剣舎を抜けて、こっち。でですね、ここ。必要なところだけ抜けていきたい。取っていきたい。よし。赤ハーブ。これ取って。で、帰りにすごい邪魔になるんで閉めておく。よいしょ。あと、ここに閃光かな？こっちだっけ？ですね。で、このおっさんは死んでいる。人畜無害。なんで取っておく？あと、そうね。こいつか。多分これかな。よし。で、これ取った瞬間に二人とも動くはず。こいつは死んでんのか、クラだと。よし。さあ、ダイヤの鍵。で、ここでこう抜けて、よし、早く。いた、よし、オッケー。で、さらに、リッカーね。歩く。あ、そこに一匹いるんだ。これ多分いけるかな。大丈夫、大丈夫。素通りする。はい。あ、ここもいる。大丈夫、大丈夫。で、出たところにももう一匹。あれは怖い。ここにいますね。一匹。これも多分大丈夫か。あ、ですね。よし。ずっと歩く。意外とね、リッカー簡単なんだよな。対処が。そこにいる。待ってね。で、こっち。こっちも赤ハーブ。あれ、赤ハーブだっけ？そっちの。ここの部屋。ガンパウダーあったっけ？どうだっけ？よし、赤ハーブ。と、フィルムか。フィルムはまあいらんか。よしよし。さあ、アイテム。これ回収して帰ろう。そっちだ。で、ここも歩く。大丈夫。おばちゃん来たけども大丈夫。もう遅い。OK。さあ、素通り完了。いいよ、いい感じ抜けた。で、パーっと行って、こっちね。レオン変な子、ワンちゃんいるもんね。ワンちゃんが強えんだ。早いし。で、ドキュメンタする。鍵を使って、ストックかな。グレポンの。よし。これね、もういっぱいいっぱいか、アイテム。これなんだよね。で、ガッチャンコして、そこにそれ何？なかった？ん、火薬か。これそうだね。強化火薬。あ、強化強化。これどうしようかな。硫酸作るかもしくはマシンガンか。どっちか。よいしょ。そうね、一旦硫酸かな。ん、間違えた。すいません、すいません。普通に間違えた。あー、まあ、いいか。87発。あればいいや。で、さらに、青ハーブ。素で間違えた今の。ただ結構作れるんだね。87。よいしょ。で、まずは所長室。今何分？ 53 分。1時間手前ぐらい。で、このしょっぱい窓ね。明らかにこう割れそうにない窓ね。グラフィック的に。で、混ぜ混ぜして。こっち、憩いの場。ここもね、敵ないんでね。ありがたいね。あとはね、弾薬。よし。137発。これ待って。全部ぶち込む。今これ何発あんの？あ、結構ありますね。これはぜひとも取っておきたい。あとね、ここ。インクリボンないの？もしかして。いや、あるよね、多分。どっかにあるはず。おそらくこっちか。こいつもね、まさか人間の剥製を作るとは。趣味が悪すぎる。てか、普通にバレんだろ、そのうち。で、インクリボン、よし。1個。まあ、1個で十分ね。他にないかな。
ドキュメント、これする。で、レリーフ取って、これはハートの鍵。よしと。さあ、結構いい感じじゃないでしょうか、今回は。やっぱね、ボス戦だね。あそこで手間取ってしまうとまずい。あと回復アイテム持ってかれたりとか。ただまあ蛍光灯対策さえ分かってしまえば全然簡単。なんか受験みたいだよね。蛍光灯対策を知る。で、これ預けて、ちょっと待ってね。ハーブ。これ預けて、緑ハーブってあったっけ？ないか。ないですね。これも預けかな。でね、こっから先、これどういった編成でいくか。あの、でっかい歯車ね。あれを取る。あれ2マス使うもんな。これちょっと待ってね。悩むな。これそうだな。ね、一旦グレポンアウト。これアウトにして、銃だけ持っていく。先行。先行な。これどうしようかな。これもアウト。で、コンバットナイフ。ナイフ。よし。これで一旦行こうかな。まずは。さあ、出発。で、これ開けて、ハートの鍵。ちゃう。こう。で、こっからですね。まず上かな。下も行けるし、上も行ける。まず上ですね。こっち行こう。ここ、これ何？なんだっけ？閃光か。閃光もね、あれば本当に心強い。よし、弾薬。これ取って。で、マップとかないっけ？ないか。で、こっち行ける。あ、屋上ね。こっち。で、青ハーブがある。あと、こっち。ここね。ここね、敵を減らしとく。こっち。こっちへ来い。あ、こいつ硬いかな、もしかして。よし。あぶねえもの。で、絞って。しばく。これ作業着こいつ強いんだな。明らかに硬い作業着。まだ生きてる？あ、死んだか。多分死んだね。よし。あともう一匹。ここ二匹いる。どこだ？え、で、そこだ。おや。あ、待って、そこにいる。一発撃って、おびき寄せるか。本気なの？本気だよ。こっちは来ねえ。よし。ダウンはしてない。待ってね。今の若干へぼったな。まあ、弾いっぱいある。よし。死んだかな？よし。OK ですね。ここはね、結構ヒヤヒヤする。で、さらにハートの鍵。これ使って、これどこだっけ？ここであれか。電子部品。よし。まず1個目。2分の1。で、さらに、ナイフか。あー、これナイフか。一旦これ戻るか。となったら、さっきのとこに。部屋近いしね。OK。ね。で、これそのうちまた来るんだよな。こっちに。で、そこは来ませんね。他にアイテムあったっけ？これどこだ？真ん中にあれがある。歯車ね。では来ませんと。そう。時計塔に行ってから来よう。あの時計塔もガチの憩いの場。青ハーブ。と歯車。これはそうだね。どうしようかな。何捨てるか。閃光なのか。ナイフ。これむずいな。ナイフ。これすいません。ちょっとミスったな。ナイフかな。これ捨てよう。よし。で、歯車取って、青ハーブ、これする。で、一旦下に行きます。どうしようかな。またセーブしようかな。これがね、こっから先これ長いもんな。まず一旦預けよう。こっちだ。これね、すいません。ちょっと保険をかけさせて。預けて、預けて、で、鍵使って、下行ける。あと赤い本。これか。
これもまだ使ってない。使わないと。で、下に箱があるでしょ。これでいいかな。ちょっと待ってね、頭の中で考える。ね、エントランス、ダイヤの鍵、まず一旦これアウトか。まだいいわ。あと歯車、これもまだアウトか。まだいいか。よし。さあ、これで一旦再びセーブして、まだ残り3回できる。いいよ。これね、自分インクリボンの配置を知らないんですよ。どこに何個あるってのが全く分かんなくて、それは若干怖い。で、下行って、ここね、リッカー出るもんな、クレアは。絶対出る。ただ、取っとく必要がある。そこプレスルームね。で、こっからぶち破ってきて、正面。あとそら、こっちだ、こっちだ。で、バリン言うはず。よし。さあ、ガンパだ。で、こじ開けて、よし。まだゴミではないですね。で、ここに、弾薬。と、多分これ取った瞬間かな。あ、インクリボンあるんだ、ここに。2個。よし、ナイス。で、さらに箱。これを取って、で、帰ろうとするとバリン来るんで、ほら。歩いて移動して、大丈夫。バレてない。あー、バレてる。おい、なんでバレた。なぜ分かった。で、ここに。よし。さらにガンパだ。なんでバレたの、今。あ、あのガラスかな、もしかして。一発食らったな、くっそ。大丈夫。出てしまえばこっちのもの。いてぇ。一発食らってこれか。あ、で、ここに、こいつ出る。これはそうだね。ひるませて、このなんか小峠さんみたいな。ひるめよ。よし。いや、インクリボン。あれでかかったな。うまかった。うまし。今、コーションか。確かにハーブ2つがあったはず。あれ使っとくか。さっきのセーブ1回ちょっともったいなかったね。残り5個。で、再び組み合わせて、硫酸。よし。で、回復とセーブかな。ここはちょっと慎重に行こう。よし。で、元気にして、再びセーブをし、意外とこれセーブできますね。なんかそんなにビビる必要はなかった。割とある。よしと。でですね、次。どっちだっけ？上か。上の屋上ね。屋上行ってからの外か。木材はこれいらないかな。ここにハーブ。青ハーブ。まだ一回も使ってない。よし。で、クレアは多分崩れない。ですね。女性が優遇されている。で、この先なー、T さんね、来るんでしょ？で、ここに2人。あとそこにハーブ2つ。ピャーじゃないんだよ。裏声かな？あ、待て。近い近い近い。こいつもね、足をもぐか。こいつ怖いな、しかし顔。この顔である。よし。クリティカルは出ないか。あとこいつ。よし。ダウンしてない。OK。これ死んだの？あ、死んでない。マジか。勝てんだよな。おい、クリティカル。最初の方めっちゃ出たのに。どうして出ない？これは若干タイムロス。まあいいか。まったり行きましょう。死んだかな？いや、なんか生きてる臭いな。まあいいか。よし。死んだ。さて、で、ハブハブタイム。これ混ぜ混ぜして、よし。あと、廊下に1個あったな、ハブ。確か。今のはちょっと打ちすぎた。結構使ったね。よし。で、L、こっちにして。
で、こっから先、サブマシンガン。あれ取るのか。サブマシンガン取って終わりにしようかな。どうしようかな。今だいたい30分ぐらい、多分。で、待って、そこにハーブ。これ赤か。赤ハーブ。こうしようか。よし。あとね、そっちにもあったっけ、ハーブ。で、この先美術室。こっち行くの忘れずに。あと、こっちね。マガジンね。これ取って、で、エントランスか。あと、さらにリッカーが湧いてる。随所に。で、ここはそうですね。安全策を取って、一旦、こっちか。こっちへ来い。やめて、来ないで。ナイフ。よしよし。さあ、うまく負けるかな？鬼ごっこ。地獄の。T さんもな、これ強いんだろうな。一発多分食らうとまずいよね。近い。ストーカー目。レオのとこに行け。これ、このまんま行くとまずいかな。美術室、どうかな？鉢合わせする可能性がある。帰りに。うん、待って、前、いや、前行ってないよね、多分。あ、ですよね。また来ちゃった。まあ、まあいいか、まあいいか。よし。で、手を取って、リッカーが出るのか、ここで。よしと。これ、どうなるかな？ちょっと心配ですね。で、パーって開くっていうね。相変わらず素材が謎。よし。で、パリーン来るでしょ？で、その前にニュッとして、宝石、押し組み合わせて、スターズバッジ。で、この子も先にニュッとする。ニュッ。さあ、こっからですね。あ、待って、リッカ来ない。マジか。ただ、だーい！なんだ、投げられた。大丈夫、人は硬い。あっぶね。今これダメージ食らった？食らってないのか、もしかして。あ、ファインか。若干食らった。よし、優しい一発を食らった。こちゃ、あれ優しいね、投げ技ね。あんなもんか。で、マビノスケが多分ゾンビになってるはずなんだけど、近寄らない方がいいか。ほっとこう。で、ここですね。ここで。おい、近いんだよな。で、組み合わせて。よし。これね、多分こっちが強いかな。JMB。変えようか。でね、こっからなんだよね。これどう行こうかな。下から行ってハートの鍵。あれ使うか。ハートの鍵。よし。あと2階のリネン室。これもか。これも行く必要がある。こんなもんかな。で、ハーブ。一旦預けかな。よし。これで行きましょうかね。一旦こういう感じ。OK。で、T さん来てるんで、できれば巻いていきたいんだよな。で、この先リックはね、あれがいる。ちょっと待ってね。で、まっすぐ行って、こうか。ここにリックがいる。なので注意。歩いていく。で、まずこっちでしょ。よし。で、ハートの鍵。OK。これ、帰り怖えな。マジで帰りが怖え。さあ、工具。これと、あとフラグね。これ大事。よし。あ、来たな。もう来たの。はえ。さて、これどうするかな。あと待ってる。後ろにインクリボン、マジか。ここにあるの、インクリボン。どこにある？こっちか。これか。よし。二つ。で、ここな、これ。どう、待って。出ていけるか。あー、そう、リッカいるんだよ。ダッシュ。オッケー、いった。あぶねえ。今のあぶねえ。ヒヤッとしたわ。で、一旦セーブしてもいいかな、これ。セーブしてもいいかな。いいと思う。こっちです。よし。で、これ使って、OK です。さあ、どうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦ここで終わりにして、で、次回ですね、もう一個の特殊部品か、あれ回収しに行きましょう。今、時間が1時間12分。これ、どうだろうね。S は取れなかったとしても、A は普通に取れるか。はい、という感じです。
よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回バイオハザード2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。